成果を感じたけど。最初のプレーいいぞりをその後のことを考えとけ。ナイス、まだあと
お食事も楽しみながら、このニータウンパークでキックオフまでの時間ですね。 最高だったね。OK、今日も我々は勝ち
に来たから。オッケー。そのための準備。いいね。仙台にいる仲間のことも思って。いいね。最高の準備しよう。オッケー。じゃあ行こうか。行くぞ。挨拶しに行こう。挨拶。なんか言われる。オッケー、行くよ。4231でお伝えしておきます。ゴールキーパー林です。ディフェンス4枚、右から八須賀、若狭、福森、内田。プロキャリアのスタートが大分の若狭と福森、センターバックです。出場停止のエベルトンに代わって今日は鎌田、そして長澤です。2列目、松崎、豪家、斉藤学、そしてワントップ中山。センターもよく頑張りましたよね、守備のところをね。安藤跳ね返す。さあ伊佐がこのボールを運んでいく。右足シュート、林の正面。いやー、まだありますよ。まだある。左足シュート、安田。左駆け上がる高畑、
狙いすまして左足シュート、わあ林素晴らしい、スーパーセーブ林、いやー入ってもおかしくないようなシュートでしたね。狙いすました高畑のクロスボール、これはいいボールだ。中山豪家を引っ張り出します大分の守備陣、渡辺ここは八助の守備シュート、シュート、あーこれも林ビッグセーブですね。ちょっと仙台の守備が後手後手に回っています。アディショナルタイムは2分、もう間もなく前半終了のホイッスルというところ。胸で落としてクリア、ここは PK、 安藤です。飛び込んできたのは鎌田ですかね。上を見上げました中山、冷静に左足で決めました。仙台追いつきます。アディショナルタイム、仕留め役に徹したいというふうな話を今週の取材でしています長澤です。受けて松崎左足、弾いた西川、しかし押し込んだ仙台逆転、最後豪家、一旦は西川触りましたがその後豪家が押し込みました。ここは木田です。ホヨンジュン左足を出す、人はいるのに大分は少し突き切れてないですね。そうですね、ホヨンジュンが中にシュート、決まった、内田のゴール、仙台3点目。その前からですね、やはり大分の方が足が止まり始めましたよね、まあ、失点もあって精神的に少し下を向いてしまうシーンがありました。22試合ぶりということになります。ピッチサイドで梅崎準備、そして野崎が準備、さあ藤本、その藤本には内田ついている、ウェイビスがクロスを入れていく、長澤、長澤左足の高畑、こぼれている、しかしクリア、加藤、Oh!
中で、まあ、こちらは言うことみんながやってくれるって部分もあるんだけれども、それ以外にも多分中でいろんなことを調整しながら話した中でやってるっていうのはすごい今いい方につながってると思うので、そういうチームの中でのコミュニケーションというものをさらに上げて、どんどん勝っていけるようにみんなでやりましょう。じゃあ待ってください。ゲームは難しくして、ほんまに前に出せられました。もう続けないし、次も変えましょう。です。